日本キリスト改革派協会は、日本のプロテスタント系の団体。常派流行牧師創立時のメンバーは、岡田稔、時和隆雄、松尾武史、春菜俊明である。創立宣言には、思想と生活における、迷信と無信論を打破して、真理の柱なる協会を樹立せんとす。とある。戦前の教会はその多くが、宗教団体法によって国家に従属し、 戦争協力と国家浸透儀礼を拒絶することができなかった。日本キリスト改革派協会は、創立宣言において、そうした罪を神の御前に深く恥じ、その反省を踏まえて出発した。そのため、創立宣言において、友人的世界観、人生観による新日本建設のビジョンを主張するとともに、宗教改革の集大成ともいえるウェストミンスター、 信仰基準を教会の信仰基準として採用し、長老主義政治により歴史的改革派信仰に基づく自立した教会をこの国に打ち立てることを目指している。東京温庁協会個別の教会の運営は長老主義を取り、牧師とおさむかい長老によって形成された紹介が行う。また、出自会を設け、選出された出自が教会内外の奉仕の号を担う。 なお、この紹介を形成するに至らない規模の教会は、別個、伝道書と呼称され、ここには紹介に代わり伝道書委員が選出される。地域の教会が集まり、仲会が形成される。この仲会には教師及び引退した、教師、紹介から代表する長老によって構成され、地域の教会の統括などを行う。さらに、全国組織として、大会が設けられている。 なお、現在、全国の改革派協会は6つの中介に分かれている。なお、協会の運営等の詳細は、協会規定が、書き替えブリンクにあるので参照されたい。神戸市北区にある、教育機関で大会による運営、全寮制を取る。元は、奈良区にあったが、阪神、淡路大震災にて被災するなどしたため、かねてあった計画を進め、現在地に移転した。なお、 かつては、改革派協会の規定で、教師は男性のみに資格が与えられたため、教師要請のための本科生も男性に限られていた。他に、別科生がありこちらは、女性の入学も可能。現在は、本科生も、男女ともに入学が可能。毎年4月に入学し、本科課程4年、短期課程2年の修行期間がある。これらを卒業した者は、 さらに特別研究過程がある。また、一部、または全部の科目調構生も受け入れている。東部中海、東北中海、東、関東中海が承認する有志率の教育機関で、学校としての施設は持たず、中海に属する教会を使用して授業を行っており、また通学生である。一部の教師はこちらを卒業している。 改革派協会のラジオ伝道部門である RCJ メディアミニストリーは協力関係にある北米キリスト改革派協会のラジオ伝道部 CRC メディアミニストリーを前身とし2017年1月より日本キリスト改革派協会が事業を引き継いで運営されている現在ラジオ放送は中派で行っているまたインターネットによる放送も行われている KTWR による短波放送も行っていたが2007年3月24日の放送をもって撤退。これにより最大の提供先を失うことになった KTWR の日本語放送も同時に終了した。ラジオ放送インターネットによる放送、中村里氏、日本における、福音派の歴史 P169、小野静雄、日本キリスト改革派協会史、 P67 から83、改革派協会の教師には、万70歳の定年制がある。ただし、カッコ協会の要望で万75歳まで延長、可能。2016年10月より、教師の資格を男性に限る規定が改定された。ありがとうございます。